たのかい。昨日まで比較的レシーブも良かったですし、前の触りもすごい触れてたんですけど、やっぱ決勝の独特の緊張感の中で、若干、力みもあったし、ちょっと硬くなってて触れなかったり、レシーブも序盤はなかなかうまく返せなかったりっていうのはあったんですけど、慣れてきてスペースを見つけてかわしたりドライブで突っ込んでいけたりっていうのができたんで、そこは良かったかなと思います。やっぱ、経験がすごい選手なので、ペース配分っていうところがやっぱ自分は結構最初から最後までこうフルで行っちゃうっていうところもあったんですけど、そこをなんとか抑えてもらいながら、こう落ち着くところは落ち着いてとか、ここ勝負だよとか、行くところは行くよっていう声掛けをしていただいたんで、そういうところが勉強になりました。まずはたくさんの方が応援してくださったり連絡をくださったんで、本当すごい力になったんでありがとうございました。あと今後はパートナーは違う下野選手になるんですけど、まずは代表を目指して頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。そうですね、今回はランキング上、ランキングの都合上、急遽金子選手と組むことになったんですけど、自分は今トナミムで高知県選手をやらせていただいてるんですけど、今回は選手として出て、で金子選手とこうやって決勝まで5回戦って、すごい経験に、いい経験に自分もなりましたし、金子選手にとってやっぱりこのタイトルというのがなかったと思うんで、その辺ではいい経験値になったんじゃないかというふうな大会になりました。そうですね、金子選手が本当に今大会を通して我慢強く打ち抜いてくれたので、その辺ではすごい助かりましたし、自分は今回ゲームメイクという役割を担って、試合に出たつもりなんですけど、その辺ではすごいアタックが、我慢したアタックがすごい魅力的でしたね、今大会は。そうですね、やっぱりまだ22、23歳なので、本当に経験というのが足りないと思うんですけど、その辺では、金子選手はどちらかというとレシーブがうまいタイプでゲームメイクするタイプなんで、その辺ではもっとこうゲームの組み立て方だったり、スマッシュの緩急だったり、そういうところをもっともっと身につけてくれたら、いい試合展開に持っていけるんじゃないかなと思います。そうですね、もう自分は今回は選手として出たんですけども、でもこうやって一緒に組んでこう伝えるっていうのが、コーチらしい部分もあったので、その辺では今回こう選手として出てよかったなというふうに思いますし、まだこれから試合はまたたくさんあると思うんで、その辺ではコーチとしてこういう経験を生かしながら選手にこう伝えていけたらいいなと思います。それと今回は久しぶりの有観客だったんですけど、やっぱお客さんがいた方がやっぱ自分たちはモチベーション上がりますし、やっぱ球の質も良くなってくると思うんで、その辺では本当にお客さん、観客の皆さんがいて自分たちがいるっていうのがと思いますので、その辺では本当に感謝しています。